大丈夫です、ね、火をつけていきます。お鍋ですね、湯気が出ましたらお召し上がりいただきます。はい、is a dinner in a hotel. この他にもお料理ございまして、また再度ちょっとお品書き見ていただきます。はい、次はホタテグラタンから、だし茶漬けまで4品、順番にお出しさせていただきます。はい、最後にデザート出て終了となります。はい、She's introducing the food and I'm presenting the menu。カニのカラーでですね、はい、ご用意しています。カニフォークというのがカニで、はい、そちらで身を取ってお召し上がりいただくものがございますので、よろしければご利用ください。ご説明簡単にはなりますが、以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。でそちら一番奥ですね、マスクケース使いしてありますので、はい、よろしくお願いします。カニも身を取るように何かご利用しますか？取りたらよろしい。大丈夫ですか？はい、かしこまりました。こちらも先文字まで温めていただいて、割とすぐグツグツして出しますよ。グツグツしてきましたら、貝ごとお皿に移したみたいです。はい、はい。等一下、那日以後、这个直接移到这个盘子里。We are almost in the end.お母さん初めてさ、京都でイタズコを食べました。ほらほら、We mix all together? これだったらまだお姉ちゃんのおかが合ってるから。お姉ちゃん見てるから知ってるから、知ってるから言わなくて。昔さ、本当に初めて京都でさ、お出汁を食べた。 Never saw this before. お母さん驚きました。なんで？だって普通の食べ方、もう北海道ではしたことない。こういう感じでさ、ご飯とだし汁と漬物が来るんですよ。Is this sweet? ああ。Not sweet? Not sweet. This is お茶漬け。北海道ではこんな食べ方した。これでいいんだわ。This is the last, the dessert. あんまりちょうないってこと？ああ、だって、よっぽどもそうなの。Please subscribe and thumbs up. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. 请订阅和按赞。チャンネル登録といいねお願いします。Suscríbete e dale me gusta, porfa. Inscreva-te e lascia mi piace, per favore.